とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、装備が完成しました。見てください。これを今日は使いますよ。まず、これ。魂のハンタークロスボウの採掘者4ですね。そして、ウィザーアーマーの採掘者4。まあ、黄金が2なんですけどね。そして、グレイブの採掘者4。これも同じく、黄金は、2です。はい。まあ、合計で、3400% アップです。エメラルドが出る確率が 3400% アップ。これでいけば、もう相当出るでしょう。間違いなくね。はい。ということで、どれぐらい出るのか、見てみましょう。それでは行きましょう。どれぐらい出るんでしょうか。難易度を下げていってます。アポカリプスプラス10ですね。10だったらば、まあ、ワンパンでいける。出るね。ザクザク出る。いいね。あ、でも敵の数がね、もうちょっとバーッと来た時に。あ、でもちょっと待て。100% じゃないね。出ないやつがいる。いや、基本的に出るよ。基本的に 100% 出るんだけども、たまに出ないやつがいるっぽいね。あ、基本的には出る。うん。基本的には全部出るんだけども、そうね、20体に1回ぐらいなんか出ないくんがいるみたいね。あー、今も出なかった。なので、そうね、これ 100% じゃない。 95% ぐらいの確率で出るのかな。うん、いやでも気持ちよく出るよ。ガシガシ出る。でもね、実際のところ今エメラルドそんなにいらないもんね。うん、なのでまあコレクションとして集める人はいいかもしんないね。いや、さすがだわ、やっぱり。さすがにこんだけ採掘者を積めば、すんごい出るわ。うん。一周でどんぐらい出るだろう。一応ね、スタート前の数は書いてます。185万6172だね。なので、これ一周で、まあまあ横道とかずれて倒していけばもっといくだろうけども、まあ普通に、でも多分相当儲けると思うけどね。 OK。 あ、でもなんか他のね、火力系とか移動系のエンチャントが何もないんで、動きはもっさりしてて、ちょっと良くはないかな。でもまあお金はすごく貯まる。うん、動きはもっさりだけどもお金は貯まりますね。はいはいはい。ではちょっとボス行きましょうか。いや、結構溜まったよ。なんとなーくね、進んできただけで、1300ぐらい溜まった。なんとなくで1300なら、あ、いいんじゃないですか。はいはいはい。終わり。なんとなくね、進んでいっても、一周で1300、1400ぐらい溜まるので、やっぱり、採掘者3は、すごい確率で出ますね。はい。それでは、戻ってきました。今日はこれ、採掘者を全部につけて、確率を 3400% まで上げてやってみました。ほぼほぼ出る。ほぼほぼ出るけども、たまに出ないやつがあって、100% じゃなさそうね。まあ、体感として95%とか、それぐらいの感じで、エメラルドが出ます。まあ、普通になんとなく回ってもね、かなり儲けるので、エメラルド稼ぎにはいいのではないでしょうか。ただ、現状エメラルドそんな使わないからね。まあ、ちょっとコレクションとしてね、集めたいっていう人は、この採掘者装備
探してみてもいいんじゃないでしょうか。もちろんギフト会でも、配っておりますので、欲しい方は言ってください。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。